オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。では早速お聞きください。 Bonjour, c'est 大輔 professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? 皆さんこんにちは。アンサンブルアンフランセフランス語講師の大輔です。お元気ですか？フランスでは9月に新学期、新学年が始まりました。日本では4月が新年度の始まりですが、フランスでは9月が新年度の始まりです。毎年この時期に合わせて多くの方が日本から仕事や留学などで渡仏されます。現在もまだまだ大変な時期ではありますが、仕事などで渡仏される方もいらっしゃるかと思います。フランスではレストランや美術館に入るときには、このアラカフェットを収録している現時点では、パスサニテール、衛生パスか PCR 検査の陰性証明を提示しなければなりません。ワクチン接種をしていなくてパスサニテールがない場合は、パリでは街中の至るところに PCR 検査をするスタンドがあり、薬局でも検査ができるので、そこで検査をして陰性証明をもらうことができます。新年度を迎えて出張や留学などでフランスに行く必要がある場合、現時点では日本から渡航する際にはワクチン接種証明、いわゆるワクチンパスポートか、72時間以内の PCR 検査の陰性証明が必要です。渡航の条件はコロナウイルスの状況に応じて頻繁に変わることが予想されますので、どうしても渡航する必要がある人は、こまめにフランス大使館のホームページを確認しておきましょう。フランスに渡航してからは、フランスのパスサニテールがなくても、日本のワクチン接種証明を見せればレストランなどに入ることはできますので、コピーを取って持ち歩いておきましょう。日本のワクチン接種証明はフランスのパスサニテールとは様式が違うため、確認に時間がかかることもあります。どこ製のワクチンなのかということと、2回目の接種から2週間以上経っていることを証明する必要があるので、1回目と2回目の日付がいつなのかをフランス語で言えるようにしておくと便利です。また、日本で接種したワクチン接種記録で条件付きでフランスの衛生パスを申請できる制度もできていますので、フランス大使館のホームページなどで確認してください。早く自由に行き来できる日が来るといいですね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルのオンラインサロンについてご紹介します。それでは早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。今日は多分皆さんもフランス語のレッスンの時やフランス人と会話している時に一度は耳にしたことがあると思われるある表現をご紹介したいと思います。サナリアナボアって聞いたことや言われたことないですか？サナリアナボアと書きます。発音も確認しておきましょう。サナリアナボア、サナリアナボア、サナリアナボア。
フランス人と話していると結構聞く表現で、その時の会話の流れでなんとなく、ああこんなこと言ってるんだろうなと想像がつくので、多分使ってるという人も多いんじゃないかと思います。が、いざじゃあ書いてみてと言われると、何の単語を使っているかわからない、どこが単語の切れ目かがわからないという人が案外多い表現です。さあ、意味はわかりますか？否定文だろうなというのはわかりますが、実はこれ、そんなことは関係がない、全く別の問題だという意味です。略して rien à voir と言われることが多く、また砕けた言い方ではぬが省略されて ça rien à voir と言われることもあります。直訳をすると、それは見るために何も持たないですが、これでそのことは関係がないという意味になります。辞書でもどの単語を調べたらこの例文が載っているのか想像もつかないですよね。さあ、皆さんもお持ちの辞書でどこにこの例文が載っているか探してみてください。ではどんな時に使うんでしょうか。 Pourquoi tu me parles si sèchement? Parce que j'ai mangé ton gâteau hier? Ça n'a rien à voir, je suis juste très fatigué. なんでそんなに不愛想に話すん？昨日君のお菓子食べたから？関係ないって、ただめっちゃ疲れてんねん。こんな感じです。他にも例文を作ってみましょう。え、大好き。Est-ce que ton nom veut dire 大好き comme je t'aime? Ah non non, ça n'a rien à voir avec 大好き。大好き、君の名前って大好きっていう意味？大好きとは全く関係ないで。今の例文のように、ça n'a rien à voir の後ろに avec 何々とつけると、何々とは関係ないという意味になります。例えば、ça n'a rien à voir avec la nationalité. ça n'a rien à voir avec la nationalité. ça n'a rien à voir avec la nationalité. それは国籍とは関係はない。また、主語を je、私に変えると、私は何々とは関係がないということもできます。例えば、Je n'ai rien à voir avec ce problème. Je n'ai rien à voir avec ce problème. Je n'ai rien à voir avec ce problème. 私はこの問題には全く関係していません。この je n'ai rien à voir を使うときは、後ろに avec 何々もしくは dans 何々とつけて、何々とは関係ないと詳細を説明する必要があります。さて、この ça n'a rien à voir、je n'ai rien à voir ですが、書くときに誤って à voir のところを avoir と書いてしまう人がとても多く、フランス人でも間違えて覚えている人もいます。発音は全く同じなのですが、書くときには持つ avoir ではなく、見るため avoir としっかり覚えておきましょう。ちなみに日本語では、私にはそんなことはどうでもいいという意味で、そんなの関係ないということがありますが、この時のそんなの関係ないをフランス語で言う時は、このça n'a rien à voir や je n'ai rien à voir ではなく、je m'en fous という表現を使います。これは私にはそんなことは関係ない、気にしないという意味です。 se foutre de 何々で、何々をバカにする、何々を問題にしない
という意味から来ています。Je m'en fous は砕けた表現ですので、使うときには気をつけましょう。同じ関係ないという表現ですが、ça n'a rien à voir、je n'ai rien à voir は何々とは関係がない、それが問題ではない、私は関係していない。 Je m'en fous は私にとってそんなことは関係がない、どうでもいいという意味ですので、関係がないと言いたいときにはどちらの関係ないかを意識して使い分けてくださいね。他にも関係がある、ないに関する表現はたくさんあります。第304回のアラカフェット、関係がある、ない、フランス語でどういうの?の回で響先生が紹介してくださっていますので、ぜひこちらも確認してくださいね。いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回はアンサンブルのオンラインサロンについてご紹介します。Facebook のライブ配信機能を使って、アンサンブルのフランス語講師、安子先生や三輪先生が生徒様の学習相談に答えたり、また、響先生をはじめとするアンサンブルの日本人講師やネイティブ講師、さらにフランス語に関わる業界で活躍されている外部の方をゲストにお招きして対談を行ったりします。フランス語学習に役立つ情報の共有とモチベーションアップのお手伝いを目的としたイベントです。こちらのオンラインサロンはアンサンブルの Facebook ページにあるプライベートグループオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセのメンバーを対象に開催されているプライベートサロンです。アンサンブルで現在レッスンを受講されている生徒様であれば、どなたでもメンバーになることができますので、ご興味がある方はぜひ、Facebook からメンバーリクエストを送ってくださいね。次回のオンラインサロンは、9月22日水曜日、日本時間21時30分からです。ナビゲーターはパリ在住14年、ファッション業界で活躍された後、現在は日本で10年以上フランス語講師として活躍されているアドリーヌさんです。テーマは、シャンソンでフランス語レッスン第4回目です。世界的に有名なジャズアンサンブル、ピンクマルティーニの代表作、サンパティックの後半部分を題材に、歌いながら楽しく受講できるライブ形式のフランス語レッスンです。ライブ中はコメント欄にご質問をいただいた場合、アドリーヌさんがフランス語でお答えくださいますので、臨場感もお楽しみいただけます。そして翌日、9月23日木曜日、日本時間21時、フランス時間14時からは、アンサンブル講師響先生とナビゲーターの三輪先生によるライブ対談です。テーマは、デルフとフツケ何のために受ける?です。
験一級ダルフ・セードゥを取得した響先生に、デルフと仏研というフランス語二大検定試験について独自の見解をお話しいただきます。この11月に受験を控えていらっしゃる方、デルフや仏研に興味がある方はぜひご視聴くださいね。たくさんのご参加をお待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランスお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。